まず最初に私が開きたい御言葉っていうのがあるんですけれども、それはピリピの4章です。それはこのような御言葉です。よくご存知だと思うんですけども、何事も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いを神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。こういう御言葉です。私は小さい時から思い煩いの多いものでした。小さなことで思い悩み、不安であり、心配であり、そして落ち着かない、そういうことで落ち着かない子供でした。ですからお祈りするっていうことは、私が不安だから祈る、そして心配だから祈る、そういうふうになっていました。自信がありません。失敗を恐れて、何かすると失敗してしまうんじゃないかっていう、初めからもう失敗っていうものが頭の中にありますから、やっぱり失敗してしまうんですよね。そういうものでしたから、私は変えられたいっていうふうに思ってました。こういうものから解放されたい、変えられたい、そうして思っていた時に、ある晩ですね、私は聖書を開いて読んでいた時に、この御言葉に出会ったわけです。思い煩わないで感謝を持って捧げる祈り、私は思い煩いと不安で祈っていた。感謝を捧げる祈り、っていうことは、私は信仰を持って信じて祈っていなかったんだなっていうことに気がつかされました。この御言葉に触れられたからは、私は思い煩いや不安っていうや恐れとか、そういうものが私のところに来ると、私自身はいつもこの御言葉を使いました。御言葉を語りました。そしてお祈りする時も、不安や恐れではなくして、この御言葉を持ってお祈りするようになりました。今でもこの御言葉は私を助けてくれていますけれども、だん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 とこの祈りを持って生活するようになると、思い煩いが少なくなり、不安な日々を過ごすっていうことがだんだん減っていきました。そして平安な生活になってきたわけですね。神様を信じて委ねることっていうのが上手になってきました。だんだん上手に委ねることができるようになってきました。そんな私に変えられていったんですけども、もう一つロマ書の8の28を開きたいんですが、ここには神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださる、これを私は知っている、私たちは知っているっていう御言葉ですね。この御言葉に触れた時に、私の考え方が変わりました。私の選んだ道は失敗だったのか、私は遠回りって言うんですかね、遠回りして無駄なことをしていたのかな、あれはしなければよかったのかなっていうふうに思うっていうことが良くなくって、そういうものがだんだん変えられていったっていうことです。この御言葉によって変えられていきました。で、全てのことって、経験っていうものは私たちするんですけども、この御言葉によって、経験っていうものは私がすることによって、神様がそれを使って益にしてくださる、神が働かせて益にしてくださるっていうことを思い始めたんですね。私には将来は見えません、どうしていいかわからないこともあります。でもこの御言葉によって、神様を信じて歩んでいけば大丈夫なんだよねっていうふうに思うことができるようになりました。この御言葉が私に教えてくれたのは、信じて従って歩んでいけば、結局どういうことになるかというと、自分が失敗だと思っていても失敗ではないっていうことです。無駄だったかなと思うのは無駄ではない、遠回りしたかなと思っても遠回りではないっていうことです。ですから、この御言葉を聞いた時から、否定的ではなくして肯定的な人間に変えられていくっていうことです。これは益になる、
失敗ではないんだって自分が理解し、それを言い続けることによって思い悩むっていうことはなくなってきたっていうことですよね。遡って中学生の時でした。私は自分が生きているっていうことに対してすごく不思議に思ったんです。もし私生まれてなかったらどうだったんだろうとか、私の存在ってどうなってるんだろう、不思議だなっていうふうに思い始めました。ですからそんなことをずっと考えていて、私はその時に私の母に言ったことがあります。そしたら母は答えなかったと思います。今覚えてません。答えた言葉を覚えてないから、きっと覚えてないんだと思う、言って何も言ってないんじゃないかと思うんですけども、答えはなかったと思います。ずっとでもこの頭の中に自分のことに対して、自分が存在してここに生きている、この地上に生きている、私は日本人であるとか、いろんなことが私にとっては不思議って、それがずっと私の頭の中にありましたから、ずっと続いてました。そんな時に3年生の夏なんですけれども、ある礼拝のメッセージでヨハネの15の16が開かれました。その御言葉は、あなた方が私を選んだんではありません、私があなた方を選びっていう、まあこれ続くんですけど、この御言葉でしたが、この選びっていう言葉が私にこう突き刺さってきたわけですね。そしてこの御言葉を聞いた時に、私のなんかこう不思議なわからない質問みたいな、そういうものがストーンと落ちた気がしました。私の人生っていうのは何から始まってるのか、それは私ではなくして神から始まってる、神の選びから始まってるっていうことを、そこで私は分かったんです。私は選ばれて生きているんだっていうことが分かって、目が開かれました。納得しました私は。そしてこれが私の救いになったわけです。これから私は変えられていくわけですね。救われて変えられていくっていうことになりました。この選びっていうことが私の軸になってます。今もぶれません。いつもこの私が選ばれたんだっていう、これがいつも残っているわけですね。神様は語ってくださってます。御言葉を疑わないでそのまま信じる、するとその御言葉が自分とこう結びついてくる、私自身に結びついて、それが考え方や生き方を変えていくわけですね。そういうことを神様は私たちに語ってくださっているわけです。それでこの今日開こうとしている箴言の言葉なんですけれども、この箴言に1の33ですね。私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることなく安らかであるっていう御言葉なんですが、私はよく箴言を開きます。で、女性たちの学びの中でも箴言は何度も勉強しました。で、今もしてますね。そろそろ箴言が終わるとこなんですけども、いつもこの箴言の言葉によって、この知恵の書ですよね、知恵の書によって私は励まされ、また教えられてきました。で、この私に聞き従うものはってあるんですけども、箴言の最初の一章から見ると、私私私私ってたくさん出てきますね。私って何ですか、どなたですかって聞くと、この私っていうのは知恵ですよ、知恵に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。知恵の書ですから、知恵に聞きなさいって言ってるんですけれども、その知恵が変えられていくわけです。何に変えられていくかっていうと、神に変わるわけですね。イエス・キリスト、イエス・キリストそのものなんですね、知恵っていうのは。ですから安全に、誰でも安全に住みたい、安らかな生活をしたいっていうものは、そのためには神に聞かなきゃいけないということです。御言葉に聞く、そういうことですね。聞かなければなりませんよ。そして聞くことっていうのは何かっていうと、まず信仰、信仰っていうのは聞くことから始まりますよね。信仰の出発点は聞くことからです。聞くために必要なことってあるんですよね。ただぼーっとこうして聞いてるだけで、いや聞いてますってんじゃなくて、やっぱり
本当に自分のものにするためには聞くことに必要なことがあるんですけども、まず第一にいくつか挙げますね。第一に必要な言葉っていうのは謙虚であることです。謙虚って何かっていうと、素直に御言葉をそのまま受け入れるいうことですね。自分の能力や自分の立場や怒ることなく、そういうものを考えるんではなくして、素直にその御言葉そのものを取り入れる、そして自分の生活にするっていうことです。これが謙虚であるということですよね。その次は集中する。集中する、よく箴言のところに出てくるのは、私の言葉をよく聞けとか、私の言うことに耳を傾けよっていう言葉が出てきます。で、この御言葉を聞くときに集中して、その言葉をよく聞かないと自分のところに入ってきませんよね。人の話も神様の言葉もぼやーっとしていてはなかなか自分の本当に内側に入ってこない。集中しないと入っていきません。集中するってことはどういうことかっていうと、没頭するとかのめり込むとか、そういうことですよね。私の家庭に2人変わった人がいます。1人は分かるでしょ笑ってる人は分かる、夫です。変わった人がいます。もう一人孫で、変わったのが一人いるんですね。で、このなぜ今このここで変わってるかっていうと、この二人は似てるんです。何が似てるかっていうと、うちにいて何かをしているんですけども、私が用事があって話しかけると返事がないんです。返事がないので何回も呼ぶんですけども、返事が返ってこない。だから私の声はだんだん大きくなりますよね。夫人の方々よくわかるでしょ、だんだん大きくなる声が。で、私が声大きい声出す、でも聞こえてない、振り向きもしない、応答しない。仕方がないからそばにいてトントントンって叩いて言うわけですね。話すわけね、私はこうしてほしいんだよとか、ああだよとか、こうだよってこう言うわけです。そういうことがよくあります。たまにじゃないんです、よくあるんです。皆さんもそういう経験がある人がいるかもしれませんけれども、それで私は思ったんですけども、この言葉に集中する、のめり込むっていうのは、この2人は自分の世界にもう入っちゃっていて、のめり込んじゃっているから聞こえないわけですよね。何にも聞こえない、のめり込む。どっちかっていうと、私はガサ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 していて、何をやってても人の話はちょっと入ってるし、こっちを向いてでもこっちの人の話は聞こえてくるっていうタイプですから、もう全く反対なんですけれども、でもここの聖書で教えていることはですね、のめり込みなさいって、集中しなさいって、雑音はいらないんだよ、私の言葉に集中しなさい、こういうことを教えているわけですよね。ですから、まあ、私の夫とか孫は、まあ、それにぴったりだっていうことなんですけれども、その次に言われていることは、教えられやすい心。教えられやすいこと、心ってどういうことかっていうと、素直な心ですね。ねじれてなくて素直な心。素直な心ってどういうことかっていうと、吸収しよう、成長しよう、こういう要求を持っているっていうことですね。求めている心、こういうことです。ですから御言葉を聞くと、その御言葉通りに自分が語られているから、しようっていうふうにする人は教えられやすい心っていうことなんです。これらのことを通していくと、聞くことによって何を得るのかっていうことですね。こういうふうに聞くわけでしょ、聞くと何か得られるわけですよね。得られなきゃおかしいですよね。得る、聖書は何て言ってるかっていうと、まず知恵を得ますよ、知恵を得る。箴言の中にたくさん出てきます。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ、そうすればあなたは後で知恵を得ようとか、知恵は勧告を聞く者と共にあるとか、知恵を得ますよというふうに言ってます。ですから知恵を得る、聞くことによってあなたは知恵者になりますよ、そんなこと知ってるよ、聞いてられないよではなくして、本当に知識のある人っていうのは理解して話を聞いて、それを受け入れて、そして自分の生活に用いる、そういうことができるようになる。それが知恵者ですよね。知恵を得るっていうことです。
アメリカ生活の長いアメリカ生活をしてきたんですけども、一番最初の年、結婚したばかりの年だったんですが、主人はデューク大学の大学院の神学部に通っておりました。でそこのところに、教授でカール・バーニーっていう教授がおられました。とても有名な教授でした。いろんな教会を大きな教会をやっておられたんですけども、そこを辞めて、そしてデューク大学で教えておられたんですね。で彼は教えることだけではなくして、牧師たちのカウンセリングもしておりました。牧師の妻と、そういうカウンセリングの仕事もしておられました。古い話なんですけども、50年前の話をしているんですけども、大統領のニクソンっておられましたよね。でニクソンはデューク大学の卒業生なんですね。それでこのカール・マーニーはホワイトハウスに呼ばれて、ニクソンの前でメッセージをするっていう、そういう関係でありました。ですから、マーニーはかなり有名な方だったんですけども、この教授がとても主人のことを可愛がってくださって、で私も一緒に可愛がってくださって、よく先生のお家に行ったり食事をしたり、大きな庭があってたくさんのリンゴがなって、リンゴ園を散歩したりするようなことがありました。そしたらある時に教授が、私は牧師と牧師の奥さん、牧師夫人のためのカウンセリングをするんだけれども、見に来ないかっていうふうに言ってくださったんですね。ですから、私たちは喜んで、まだ私たちはまだ私は1年生ですからね、牧会なんてことはもうずっと先のことですけれども、喜んで行きますって言ってついていきました。お誘いを受けて、でそこで見たのはたくさんの牧師夫人のカップルですね、いっぱいいました。でその中で教えがあったり、いろんな聖書があったり、いろんなことがなされていたんですけども、その中の一つに、この婦人たちやその牧師たちの悩みを聞くっていう、いわゆるカウンセリングですよね、そういう時間がありました。それで教授は、何かこうあるかな、ありますかっていうと、そうすると一人の牧師夫人が話し始めたんですね、自分の悩みを。で私はその頃まだ行って1年目ですから、そんなに英語がよくわからないんです、彼たちのその会話がよくわからないんですけども、聞いていると分かります、大体内容が分かってきて、こんなことで悩むのとか、こんな小さなことをここで話すのとかって、私の気持ちの中にちょっとそんなものがありました。この人にとっては大事なことかもしれないけど、大したことだと思わないなって思ったんですが、私はそのカール・マーニーの教授の態度を見てすごく感動したんですね。なぜかっていうと、その先生はそういう話でじーっと聞いてるんです。聞いて、そしてうんうんってうなずいて、そしてそれに答えている。すごいなーって、よくこんなに聞けるんだなって思いました。で結局ですね、知恵や知識のある人っていうのはよく聞くんですよ。自分が知らないとか、自分が助けようとか思う人たちはよく聞く。知恵や知識のある人は聞いて人を助けようとするわけなんですよね。その頃私は分からなかったんですけども、その態度を見てすごく感動しました。そして私が感じたことは、ああこの教授からこんなに真剣に聞いてもらえるんだったならば、きっとこの人は聞いてもらってるっていうだけで癒されるんじゃないかなっていうふうにも思いました。でこの教授がそうしたその伝道とか教えとか、そういうもので、私たちは、主人も私もたくさんの影響を受けました。ちょっと余分なことかもしれないんですけども、このコミュニケーションですね、コミュニケーションに対して、ある日この教授が私に言ったんですね。陽子って、コミュニケーションっていうのは会話で話すことだけではないんだよねって笑っていました。私がえって言うと、私はほらよく話せませんでしょ、そんなに英語で会話ができませんから。彼が陽子、会話っていうのはね、コミュニケーションっていうのはね、言葉じゃなくて目だけでもできるんだよって言ってニコッと笑ったんですね。私すごく励まされたんですね、そのことでね。こういう先生でした。もう本当に私たちはたくさんのことをこの先生から学んだんですけども、
まあ、知恵とか知識、本当にこの知恵や知識を持っている先生でしたが、知恵や知識のある人ほど理解する、理解して話す、理解して聞くっていうことですよね。2つ目に挙げたいことは、聞くことによって思慮深くなるっていうことです。よく考えて判断するっていうことですね。思慮深いっていうのは、叱責を聞き入れる者は思慮を得るっていうふうに書いてあります、箴言の方では。で、一つ言うと、モーセの話をしたいんですけども、モーセは申命記の一章で、自分の民が言い争って、まあ、言い争うっていうか、まあ、いろいろ争いが起きたわけですね。それでモーセはもうまとめることができなかった、どうしていいか分からなかった、もうこれでは私は一人では追い切れないと。それで申命記の一章に書いてあるんですけども、民に、あなた方の部族の中から賢く思慮深く経験のある人を出しなさい、彼らをあなた方の頭とするっていうふうに言ったんですね。すごい知恵だと思いませんか、ね、リーダーになる人は賢く思慮深く経験のある人、これを選んだわけです。そうして一つ一つの部族の長としたわけなんですね。ですから、この思慮を得るとか思慮深いっていうのはとっても大切なことなんです。聞くことによって思慮を得ますよっていうことがここで教えられています。次は平安を得る。読みましたね。私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである、いうふうに今御言葉読みましたでしょ。だから神様に聞き従うこと、神の言葉に聞き従うっていうことは、私たちが守られるってことをここで言っているわけです。守られて私たちは安らかである。聞き従っていれば失敗も少なくなりますよ、痛い思いもしなくなりますよ、知恵が必要ですねっていうことですね。それで人間には2種類の人間がありまして、一人は何か自分でやらなきゃ気が済まない、だから何かをやる、言うこと聞かない、子供もそういう子いますでしょ、言うこと聞かない、自分でわーっと慌てて何かをする、そして怪我をしたり怒られたりいろいろする、そういう子供と、もう一つはじーっとこう見ていて、あれをやっちゃ危ないよな、あれをやると怒られるよな、あれを言うとママなんて言うかなっていうふうに見て、そして学ぶ人間と2種類いると思うんですよね。で、私2種類の人間を育てました。全くそういう子でした。上はバーッと行っちゃって大変で、下はじーっと見ていてなかなかちょっと進まない子なんですけども、そういう子でした。ですから聞き従うっていうことが大切なんです。安全に済む、失敗しないで済むよね、それ、そこをしなければ苦しまないで済むよねっていうことですね。平安を得るっていうことです。もう一つその次に言いたいことは、成長して変わるっていうことです。聞く人っていうのは成長していきます、変えられていきます。昨日ですね、土曜日に私は小田島伝道師と朝会って会話していたんですね。小田君、明日メッセージだよね、そうですよね、私もそうなんだけれども、でも小田君はもうずっと何年ももうやってるから慣れたでしょ。そんなことありませんよ、いつまでたっても慣れませんよ、そうって、でも本当に私大変だっていうことがよく分かったわって、私大変だわって大変だっていうことがよく分かったね、それを毎週やってるんだから偉いわねって言ったら、いやー大変ですけども、まあ成長はさせられますね、私もそうです、成長させられます、こういうことを通して。ですから成長して変わっていくっていうことですね。聞くことによって成長して変わられる、年齢は関係ないですね。いくつになっても変えられて成長していきます。この年になってもこんな刺激を受けて挑戦を受けて今変えられているわけなんですけども、そんな話をしました。
エレミアの7章の23節に有名な御言葉がありますけども、私の声に聞き従え、そうすれば私はあなたの神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。ここで言われていることは、声に従ったならば幸せにするよということですね。すごい言葉じゃないですか、これって。あなた方を幸せにするために聞きなさい、私の言葉を聞きなさいということです。結果は幸せになるんですけども、小さい子供の頃は私は分かりませんでした。そしてだんだんとこの結婚して子育てし、そして教会での生活のことでだん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 忙しくなると、ゆっくり考えられてませんから、考える時間もないから、そんなことを考えていませんでした。でもどんなに安らかに生活できているかっていうものを今こう思い返すときに、私自身がそのわさ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 していたときに、私に必要だったのは平安でしたから、いつも神様私に平安をください。自分が平安でないと腹が立ったり怒ったり、余分なことに気を回したり、いろんなことが起きてくるわけですね。私の周りで私自身が平安であるということが大切だということがよく分かっていたので、そんなことを思い始めていたわけです。何にも起きてないっていうことではなくて、何が起きてしても、起きてなくても、起きてきても神を信頼する。そうするといざっていう時に慌てないんですよね。慌てることがありません。それはどうしてかっていうと、こういう御言葉を通して私たちが知っていることは、知ることは、神様が解決してくださるから、神様の道、解決の道を示してくださるから、だから神様のこの御言葉を信じて生きるっていうことなんですよね。でここにはっきりと、私たちが幸せにするために聞きなさいって言ってるんですから、私たちは自分の生活を見、自分自身を見た時に、あ、じゃあ聞こう、神様の御言葉を取り入れて御言葉に従って生きようっていうことになるんですよね。それが私には大切なことです。平安でいるっていうことがすごく大切なことです。でこのように聞くことと信仰っていうことを今こう来たんで学んできたわけなんですけども、次に私が言いたいことは、聞くことによって信仰、その人の人生が変わっていくわけですよね。変わっていくんですけども、まず皆さんがよくご存知のアブラハムがそうでしたよね。信じて行動した、よくご存知なので、私はそれは言いませんけれども、アブラハムは見ないで新しい地に出ていきました。神の言葉を信じたんですけど、その神の言葉って何かっていうと、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなる、主が語られた言葉を信じて出ていった。だから聞くことと信じて行動することは一つです、一つです。次によく例えで話される長地の女、長地の女はイエス様の話を聞いて、そして彼女が思ったことは、ああイエス様のところに行って何か触るなら、着物に触るならばきっと治るっていうふうな信仰を持ったわけですよね。だからそれで行動をした、行動して、そしてそのことをしたことによって治ったんですね。もちろんイエス様はそれ分かりましたから、後でこう誰か私の着物を触ったっていうことになるわけなんですけども、これは彼女の信仰で行ったわけです。信仰で行動した、こういうことですよね。ですから、この聞くことと行動すること、生きていくこと、これがやっぱり一つにならなきゃいけないということですよね。でこういうことを聖書の登場人物から私たちは学ぶことができます。次に行きたいのは使徒の交わりなんですけども、使徒の交わりっていうのは何かっていうと、御言葉を聞くっていうことなんですが、ここで一ついい例があるので私が言いたいのは、モーセです。モーセですから旧約聖書なんですけれども、モーセはですね、旧約聖書の出エジプト記の33のところで言ってるんですが、少しだけ読みますね。33の11に、
主は人が自分の友と語るように顔と顔と合わせてモーセに語られた。そして飛ばします。モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私にこの民を連れ登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすか知らせてください。しかもあなたはご自身で私はあなたを名指して選び、あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりましたよね。今もしそれが私があなたのお心にかなっているっていうことだったら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたのを知ることができ、あなたのお心にかなうようになるでしょう。というと主が仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ますよ。そこでモーセ言った。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちはここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかないあなたの名指しで選び出したのからっていうふうに続いていくわけなんですけども、ここで私が強調したいことは何かっていうと、主との交わり、モーセと神様が顔と顔とを合わせて語られて会話してるわけですよね。会話する場面がすごいと思いませんか。神がこのようにモーセの言ってる言葉に対して答えてるんですよ。それに対してモーセはまたそれに対していろいろお願いしたり、どういうことなんですかとかってこう言ってるわけですね。そしてまた神様がそれに対して答えてるわけです。聞いて答えていくうちに神様の計画を知っていくわけです、ね、神様の計画っていうのはそうやって知っていく。モーセは神と会話をして親密になって主との交わりをして神様の計画を引き出していくっていうか聞いていく、そういうことをしているわけですから、神様との交わりは必要なんです、大切なんですよっていうことなんですね、うん、その次は主の導きを知るです。主の導きを知るっていうのは神様の声を聞いてそれに従っていく、ついていくっていうことなんですね。そして声を聞き分けなきゃならない。何でもかんでも聞くわけじゃないですよ。皆さんが聞かなきゃいけないのは神様の声ですよ。神の声、これについていく。羊がそうですね。誰の声を聞くかっていうのは羊は知ってます。ですから主に導かながらこうついていくわけじゃないですか。私たちもそうですよね。私たちも神様の声を聞き分けなきゃならない、聞くっていうことです。ヘブルの 4-2 に福音を解き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らに益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですという言葉があります。御言葉を聞いても自分がそれを信仰に結びつけられなかったらそれは益にならないよ、あなたの益になりませんよってことを言ってるんですね。ですから私たちはこういう言葉を自分のものにして自分の生き方に加えていきたいと思うんですが、次にちょっと思うことはですね、私の結婚なんですけれども聞きたいか聞きたくないかは別としてちょっと令和として話すんですけれども、それは私が結婚するっていうこと、いわゆる今の あの夫ですけれども結婚するっていうことに対して、みんな反対しました。きれいにみんな反対して、賛成した人は一人もいませんでした。両親も反対し、親友も反対し、周りの人たちもみんなに反対されました。どうしてなのか、どうしてそんなに反対するのかよく分かんなかったんですけども、理由は分かります。写真を見たら反対するでしょ、あの写真をとかね、そういう理由は分かるんですけれども、私自身はよく分からなかったんです。私はどっちかというとそういうものを見て決断しなかったですから。で、まあ相手を見て決断したっていうよりも、この時に私はすごく祈りました。祈って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 
そして私は決断したんですが、なぜかっていうと、私は神を信じて、神の言葉を信じて決断したからです。そして神様を信じて決断すれば、なんか何とかなるだろうっていうような気持ちでした。甘かったのかどうだったのかまた別として、そういう気持ちで私は決断しました。そしてまあ、友達は往復の飛行機切符を持ってけ、帰りにちゃんと持ってきなさいとか、まあ、いろいろ言われたんですけれども、まあ、私は結婚して51年になってますかね、2年かな、続いてます。これは私の努力でもなければ、夫の努力でもなくして、これは神が成していることです。私ははっきり分かりました。これ神が成しているってことが、自分の力ではできません。でも私は神の言葉を信じて結婚したので、神様あなたが責任ですよっていうような感じで結婚しました。もう一つ私が思うことは、このホライズンが始まったことです。ホライズンを始めるっていう前に、もう主人は他の教会を見て回っていたんですけれども、呼ばれて行きました。行ったんですけども、帰り道の玄関で、ちょっとこれはこの教会では自分は牧師としてやっていけないなっていうふうに言いましたので、私自身も一緒にいたので、そうだねって、じゃあやめましょうっていうふうに言いました。そしてどうしようもなくなって、主人が急に言い出したことは、始めたい、自分で始めたいって言ったんです。それで私たちがアメリカから日本に帰ってきた時にですね、私は主人と約束したんです。あなたは日本に帰って絶対牧師をやる、牧会するってことは言わないでほしいと言ったら、主人がですね、見てごらん僕をって、変わってるでしょ、こんな変わった牧師は日本にはいないよ、だから僕みたいなのが牧師になったってやっていけないよって、ちょっと外れてるからやっていけないよって、私がそうねって言って、考えてみたら私もねって、牧師主人はやれない、私も変わってるから、じゃあ私たちは2人、牧師も牧師主人もできないから私たちは牧会できないわねって言って、そうだねって言って帰ってきたんですよ。それなのに2年過ぎたら始めるって言うんですよね。私は反対しませんでした。その時にはもう反対することではなくて、これしか道がないと思ったんです。でもホライズが始めた時には人もいなければお金もなくて何にもありませんでした。でも私たちは神様を信じて始めました。人を頼りにして始めたわけではありません。お金を頼りにして始めたわけではないです。私たちは神を信じて始めました。神は必ず何かしてくださるからということですね。で、神様は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益にしてくださるっていう御言葉がありますけれども、実際本当にそうです。私たちはそうやって万事を神様が益にしてくださってここまでやってきました。本当に私たちは祝福をされていますし、まあ、皆さんにもとても感謝しているわけですけれども、神はそういうお方です。ますます私たちはもっともっと神様を知って、もっともっと神様のこのなそうとしておられることを自分の生活の中に取り入れていき、私たちの生活が信仰によって豊かになりますように、それを私は思っております。お祈りさせていただきます。